こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、卵でくるくるフレンチトーストサンドを作りました。でも卵がね、めっちゃ分厚くてふわふわで超美味しそうです。じゃあ作り方いきたいと思います。作り方です。ボウルに卵を溶いておきます。でお砂糖、牛乳で、よく混ぜます。で食パンの耳を切り落とします。半分に切ります。で卵に浸して、卵焼き用のフライパンにバターを溶かします。頭一杯分の卵を流し入れます。でそこにさっきの食パンを乗せて、でハム、スライスチーズ、本当に焦げないように気をつけてください。弱火でやってます。卵を手前に折ります。で卵をまた流し入れます。もう一回ひっくり返して、蜂蜜をかけて、じゃん、完成です。見てください、めっちゃ美味しそうじゃないですか。中にはね、ハムとチーズが入ってます。いただきます。超美味しそうです。チーズとハムの甘じょっぱさと、あと卵の優しい甘み、そして蜂蜜の甘みが合わさって最高です。でふわふわですね。めっちゃ美味しいです。卵がふわふわ、パンもふわふわ全部ふわふわ。うん、フレンチトーストって美味しいですね。でもこれはフレンチトーストの進化版ですね。私普通のフレンチトーストより好きです。だってね、卵がふわふわなんです美味しい。しかもチーズとハムも入ってるし、チーズとハムを入れなくってサンドにしなくても、卵で包むフレンチトーストめちゃめちゃ美味しいです。で、滴るほどのバターで焼いとるから、その風味がまたいいんですよ。で、蜂蜜と合わさって蜂蜜バターになってめちゃめちゃ美味しいです。これは最高です結構最近作った中でも大ヒットですね。で、2皿目食べます。蜂蜜をかけて、うわ、すごいチーズが、もうめっちゃ美味しいです。あー、最高ですね。ごちそうさまでした。卵と蜂蜜とチーズとバターっていう組み合わせは最高すぎでしたね。中がフレンチトーストだから半熟に仕上がるんですよね。半生でトロトロでめっちゃ美味しかったです。卵は火が通ってもふわふわですしね。まあ、さっきも言ったんですけど、進化版フレンチトーストって感じでしたね。甘くしなければおかず系にもなりそうですしね。でとっても簡単で美味しいので、ぜひぜひ皆さんもやってみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。